はい、テントの紹介です。バイクでですね、山を登りきれずに転げ落ちたんですけど、めげずに、テントを張ってですね、これからキャンプしようということなんですけども、商品名はですね、ちょっと逆光で映るかな、コンパクトツーリングテント STUV プロ、コールマンですね、の旧製品です。今の新しい製品は前室が、タープ状にですね、まっすぐ縦にファスナーが開くタイプです。で、どんな感じになっているかというと、ここをですね開けると、見えるんですけど、これが、古いタイプですね、旧タイプの、コールマンのテントになります。で、これは一応シングル用となってますけど、一応 1.5 人は泊まれることになってるようですが、まあまあ、ツーリングテントとしてはですね、非常に重いんですが、私は納得して使ってます。もう何年も使ってますけど、いいのかなと。で、中はですね、過去はインフレーターマットを使ってたんですけど、もう何回もパンクしてですね、ダメになったので、この折りたたみ式のですね、ものを使ってます。まあ、昨晩過ごしましたけど、結構ですね、寝心地も良い感じです。で、枕はですね、私枕がないと寝れない人なんですけど、これは、イスカのですね、ノンスリップピローということで使ってます。だいぶこれも使ってるんで色が汚くなってきてますけど、今のところ剥離したりパンクしたりしてることはありませんような感じでですね、年明けまでずっとホームレスのようですが、こういう形で、キャンプしていこうと思ってます。はい、続いてですねの商品紹介は寝袋シュラフですね。こちらは、ちょっとピントが合ってない気がするな、ここですかね。ダンロップのですね、ダウンスリーピングバッグ GFM25 という商品です。で、今回真冬ですんで、マイナス20度からというシラフ使ってます。非常に暖かいです。はい、また商品紹介ですけど、キャンプするときにはいつも、先輩である加藤ちゃんと一緒に、行くんですが、なんか面白いもん持ってたんで、なんかここを引っ張るとですね、スケールになる。で、危ないですね、もう刃が出ちゃってますけど、これあのカッターですね、カッターにもなり、この左側にはレンズがついてて虫眼鏡になりますということと、あとここにですね、回して、ちょっと回して出すとちょっと面倒なんであれなんですけど、ここに芯が出てきてボールペンになるってことで、戻すと出ないと。なんか面白い商品ですね、これ。ちっちゃくていいと思います。キャンプに必要なのかどうなのか皆さんの判断でよろしくお願いします。はい、続いての商品紹介は、ハンゴーです。中はちょっとですね、食べ残しが入ってるんでお見せできないんですけど、まあ、こんなハンゴー使ってます。はい、続いてはですね、五徳になります。これはちょっと五徳って言っていいのか分かんないんですけど、この折りたたみ式でバイクのツーリングでも簡単に運べていいですと。で、この下にですね、いろいろあのストーブとかですね、いろいろなものを置いて、鍋とかですね、結構重たいものを乗せても壊れませんというような商品で、商品名分かんなくてごめんなさい。
はい、続いてはですね、これこの間買った中国製のですね、アルコールストーブとかに、何でもいいんですけど、ご懸念でもいいんですけど、かぶせて使っているもので、ニトリのカトラリースタンドですね。で、もう昨夜使ってますんで、あれなんですけど、こんな感じで、なんかもうサビが出ちゃってるみたいですけど、さすのいくつかわかんないんですけど、まあ錆びても関係ないですけど、中はすごく素晴らしくて綺麗な色になってます。でこれをですね、火元に乗せるとですね、この穴すべてから火が出てですね、非常に、夜ですね、暖かい、感じになりました。まああくまでもみんなでっていうのはできませんけど、一人で手を温めるぐらいなら十分かなといった感じでした。はい、続いてはですね、スノーピークのチタンのシュラカップですね。これ熱伝導が低いということもあってですね、直接火にかけてしばらく、離れればですね、すぐ手で持てると、いちいちその手袋しなくても持てるぐらいの温度まで下がりますので、非常に、飲み物、味噌汁、スープ、何でも飲むのに使ってます。なんか僕1個しか持ってないんですけど、これ何個か欲しいです。